始まりました。3分できる丸ごと必勝チャンネル。いやー、丹下さん、先週のキーンランドカップ、お見事でしたね。はい、小さい頃からお前はやればできる子だって言われてたんですけど、なかなかやる気にならなかったんですけどやっとやる気を出してほら、予想家って、はい、なんていうか、どんなにいい予想家でもトータルするとね、半分以上っていうのはなかなか、当たらないものでね、はい、外れることの方が本当はね多いんだけど、いや、騎手の慰めがある。どんなに勝てる人だって10回に2回いったらさ、もう、驚異的な数字で、はい、うん、僕たち4割超えてる。あ、さすがですね予想家頼もしいジョッキーよりも、はい、ね、頑張ろう、はい、すごい頼もしいお二方と今週もお送りしてまいりますので、よろしくお願いします、はい、このコーナーではお二人がネット競馬ユーザーの質問に答えていきます。それでは早速いってみましょう。歌手さんよりいただきました。ありがとうございます。デムーロ騎手、ルメール騎手が今年も日本の騎手免許を受験します。お二人は外国人への免許交付にどういった意見をお持ちなのでしょうか、ということなんですが、いかがでしょうか。いきなりなんかすごい難しいやつだねいや、他のプロスポーツと同じでね、望む国でやりたいというのは、まあ普通に考えれば免許は交付してあげていいと思うけどね。ただJRA の免許制度というのは、免許というか難しい部分があってね、人数が限られてるんで、ただやっぱり優れた外国のトップジョッキーが来ると、そのたびにみんなレベルアップしたことも事実だし、デムーロ騎手は日本のジョッキー免許もあって一つも不自然ではないと思います。競馬も、日本の競馬ももう大好きだし、ずっとやりたいというのはね。例えて言うと、昔阪神にランディ・バースっていうのがいたじゃないですか、はい、彼はだから阪神の4番を打ちながら、はい、来年は大リーグに引っ張ってもらって、10億円の、オファーで、大リーグに行きたいっていうんではなくて、阪神で4番を打って日本の野球をしたいっていう、それのモチベーションと似たようなジョッキーだったら、いい例えだったんですね。では続いての質問いってみましょう。SS の時代さんよりいただきました。ありがとうございます、はい、ネット競馬でコラムを連載しているエスポジート騎手のファンになりました。柏木さん、丹下さんはどんな印象を持っていますか、ということなんですが、いかがでしょうか。はい、エスポジート騎手って、はい、確かイタリアで4位、リーディング4位ぐらいでしたっけ、もう日本に、すごく来たいっていう意欲を持って、うん、日本の競馬をよくこう理解して、それを同時になんかファンの人にも返しますっていう姿勢が、僕はなるほど、こういうジョッキーなのだなっていうふうには思いますけどね、うん、そう、例えばデッドリとか来たら、レース終わったらね、調教師とかオーナーとか、またファンに伝わるように、僕はこう思うとか、極端に言うとちょっと僕が失敗したとか、うん、ストレートに全部こうオーナーや関係者やファンに伝わるようにコメントはするの。それをエスポジート騎手はコラムを通じてやってたら素晴らしいと思う。たまたま日本に行きたいっていうだけではないところがいいと思う。わかりました、ありがとうございます。では続いての質問いってみましょう。ナリプー世代さんよりいただきました。ありがとうございます。一昔前は休み明けというとかなりの割引材料でした。なぜ今は鉄砲掛けする馬が多いのでしょうか、ということなんですが、いかがでしょうか。昔に比べると故障が少ないし、数自体を多くなってると思うんですよね、全部の厩舎で、そうすると年に走れる回数っていうのが大体その決まってくるというか、平均すると下手したら5回とか6回とか、でしょうね、その間に、結果をもう休み明けの時に出さなくてはいけない、ケースが多くなってると思うんですね。放牧といっても別に長所を追いかけて遊んでるわけじゃない、調教してるの。ただ、いよや立冬にいないだけの話で、
休んでるわけじゃない、調教してるんです。単純に言うと休み明けにはある、はい、ある程度の優先権っていうのは未勝利とか、うん、あるんですよね。だから目標も設定しやすいわけですし、はい、だからそこで、もう結果出さないと特にこの未勝利とか、うん、切羽詰まった状態では当然そこを狙いに行かないのがおかしいですよね、うん。まあ、あとはね、北海道滞在競馬、北海道では特にあの牧場が近いというか、うん、大手の牧場があの育成設備も完備しているわけですから、もう牧場で2週間で仕上げますよというのがね、もうノウハウでできてますから、うん。あ、休み明けだからあの仕上がってないとかそういうケースはまずないということ、うん、逆に言うとね、よくね、うん、最初に能力っていうの、馬の能力を考えてから予想し始めた方がいいかもしれないですね、うん。なるほど、わかりました、ありがとうございます。お二人の質問はこちらよりお願いします。ユーザー VS 柏木丹下の一本勝負。このコーナーではネット競馬の無料予想大会ネット競馬チャンピオンシップから人気本命馬の強みと弱みをお二人に解説していただきます。早速ユーザーの皆さんの本命をチェックしていきましょう。ユーザーの間では小倉記念2着でサマー2000シリーズの王者を狙うマーティンボロが人気のようですので、今回はマーティンボロの強みと弱み解説していただきましょう。まず強みからいってみましょうか。キーワードは8月生まれですか。おお、それね、あんまり僕もよく知らなかったんだけどね、はい、なんかあの実験的な後輩でね、この8月生まれなんです。日本生まれですよ、ありえない。南半球じゃなくて日本で生まれた8月の馬、要するに南半球仕立てなの。まあオーストラリアのバイヤーに帰ってほしかったのかね。いや、それもあるんですよ。というとあの、はい、いるでしょ、オーストラリア育ちの馬と。だからこれあの同じ5歳って言っても日本の馬より明らかに半年近く若いね。若いですね。若いね、若さは強みかね、うん。あね、であとは、はい、その8月生まれっていうので、はい、微妙にねハンデが軽くなってるような気がする。これも強みなのかもしれない。そしたら買いたくなっちゃうでしょ。確かにあのだから若いというこれからだという、うん、全然ベテランではない。逆に弱みっていうのはどこかありますか。逆に言うと若いから弱いんだろうあるんだけれど、あ、で、うん、あの左回りあまり慣れてないというのと、はいはいはい、同じ左回りでもやっぱり新潟 の, あの外回りの直線約660メートルというのは特殊でしょう、うん、ね。そうなるとね、うん、ロイラ騎士があまり慣れてないというのは、うん、自分が慣れてるとかじゃなくてそのマーティンボロが新潟の 2000m の外回りをどう走らせたら一番能力で走りできるかというのは知らないんだから、それは弱みです。あ、なるほど。それにあのさっき出てきた短期免許の質問と関係するけど、はいはい、乗り数が違う。エスポジート騎士の方がはるかに多く乗ってる。だからこれはエージェントというかその関係者にもあるけど、ロイラ騎士はあれどうしてこんなに数乗れないんだろうというのもあると思う。芝の外回りの1008とか2000でね、うん、チャンスが多分1つか2つあったりね、そのレース内容をね、はい、そのロービラー騎手弱みを強みに。でもあの上がり馬ですからね、はい、うん、プラスアルファを見込んで、で丹下さんの言うようにハンデも気持ち軽いかなっていうのもね、うん、鋭いですよ、うん、いや、お客さん、うん、皆さんがネット競馬の皆さんの方が、うんうんうん、でも人気だからね、あれに決まってるからね。大体僕は柏木さんの本命は分かってますけど、ね。第2部ではこの話を踏まえて新潟記念の出走馬前頭を解説していただきます。引き続き見てくださいね。